鹿島アントラーズが長いトンネルを抜けた。FW 鈴木優馬26が1得点1アシストと活躍し、新潟に2対0と快勝。3月4日の横浜 FC 戦以来の白星を挙げ、連敗を4で止めた。15日の前節、神戸戦でホームワーストの5失点を喫し、去就が注目された岩政大樹監督は戦い方にテコ入れ。選手の役割を明確にし、伝統の 4-4-2 にシステムを変え、今後につながる1勝を手にした。暗闇に風穴を開けたのは東証、鈴木だった。前半3分、DF 広瀬の右からのクロスが GK を越えてファーポストサイまで飛んだ。体を目いっぱい伸ばし、ダイビングヘッドで先制点を叩き込んだ。どうだ、とばかりに両拳を握り吠えた。続く前半26分、相手複数選手を引きつけると、右足アウトで意表をつく浮き球パスを FW 垣田へ。このボレーシュートが決まり、前半で幸先よく2点を先行した。後半早々に足を痛めて同7分で交代となったが、十分すぎる活躍。これでチームの士気は高まった。体を張った守りで新潟の反撃を寄せ付けず、無失点に封じた。1ヶ月半ぶりの勝利へと導いた男は、今日、勝てたのは大きいけど、あまり一勝で一喜一憂しすぎず、次に向けて臨みたい、と、兜の尾を締めた。惨敗した神戸戦後、鈴木はゴール裏サポーターの怒号を受け止めた。俺らだって 100% でやっている。まだ巻き返せるチャンスはある。と共闘を呼びかけた。クラブは続投を明言したが、岩政監督の去就も注目を集めた。19日のルヴァン杯福岡戦にも終盤の失点で逆転負けし、選手は目指す方向を失いかけた。20日の練習、岩政監督はテコ入れに乗り出した。各選手に立ち位置と、誰が裏を抜けるか、などの役割を明確に提示。試合前日になって垣田、仲間、ナコの今季初先発を決めた。4-3-3 が軸の並びも、この日は前線に鈴木と垣田を並べた鹿島伝統の 4-4-2 に変更。戦い方をはっきりさせ、選手間の話し合いも増えた。鈴木は、これまでは崩しを意識しすぎて中途半端な取られ方をしていた。今日はシュートならシュートとやりきろうと、やりきれた、と納得した、リーグ最多8度の優勝。常に勝利が求められるのはクラブの宿命だ。鈴木も、苦しかった、と吐露するトンネル、これがいい方向に向かうための時間だと思って、いい経験にして進みたい。新しい鹿島への光が見えた一勝となった、岩田千代美。